株式会社面ン,ン j マートは東京都、埼玉県、神奈川県、山梨県、長野県のホームセンター面ン,ン、ホームエイドの運営会社である。2019年7月16日までホームセンターチェーン j マートを展開していた日本の企業。旧称号は株式会社 j マート。キャッチコピーは大切にします。暮らしの笑顔。1957年に 東京都三鷹市で会社を設立し、関東西部でホームセンター事業を展開。その後、事業を更新地域にまで拡大し最盛期には15店舗を運営していた。2014年には株式会社商業会が行うサービスオブザイヤー2014のホームセンター部門賞で J マート三鷹店が総合トップを獲得。生活向上ストアを目標に、 世界各国の厳選商品を海外自家輸入で取り揃えるなどしていたが、売上げの低迷などから2016年にメンハンホールディングスの完全子会社となる。2017年に社名を J マートからメンハン J マートに改称。2017年9月6日、東京都国分寺市の J マート国分寺店をメンハンスーパーセンター国分寺店としてリニューアルオープン。メンハン スーパーセンターとしては、初の長野県外進出店舗であるが、長野県内にのみ10店舗あるスーパーセンターは、グループ企業のメンハンホームエイドが運営しており、国分時店は引き続きメンハン J マートが運営を行う。長野県内のスーパーセンターが、園芸、ペット関連、住宅資材から、生鮮、冷凍食品や日配品、日用雑貨まで幅広く総合的に取り扱う。 大型スーパーセンターであるのに対し、国分時店は都市部に特化した小型スーパーセンターとして、経営資源や販売商品を集中する。また、長野県内のメンハンスーパーセンター同様に、無料カフェスペースやコミュニケーションスペース、リサイクルステーションを設置し、ブルーアライアンスが発行、運営する全国共通ポイントカード。 ブルーカードも関東圏のグループ店舗として初めて利用が可能となった。さらに2017年11月22日には東京都東村山市の J マートクメカー店がメンハンホームエイドが運営するメンハンスーパーセンター東村山店としてリニューアルオープン。メンハンホームエイドが長野県内の店舗運営で培ったノウハウに J マートの経営戦略が取り入れられ、 新戦略の都市郊外、大型スーパーセンターとなった。2017年12月下旬、j マート三鷹店を完全閉店と発表。創業地の東京都内で j マートを関した店舗がすべてなくなることとなった。2018年には、東海地方への初出店となる、愛知県一宮市の名阪スーパーセンター、一宮北店が開店する予定である。 2018年7月11日には、j マート富藤川口古典を、メンハンホームエイドが運営する、メンハンスーパーセンター藤川口古典として、リニューアルをオープンさせた。2019年6月5日には、2019年7月17日より、店舗名が、メンハン j マート t 0 0店から、メンハンホームエイド00店へ変わると発表された。店舗名以外に変更はないとしているが、 実質運営会社として、メンハン J マートが残るだけで看板から、J マートの文字は消え、店舗内からも順次消えていくことになる。なお、メンハン J マート運営の、メンハンスーパーセンター国分辞典も、メンハンホームエイド国分辞典に変更された。2019年7月12日には、メンハン J マートホームページからも、J マートロゴがなくなり、メンハングループリンクの メンハン J マートロゴも青色へと変更された。店舗案内ページの J マートのある街を増やして行こうとしていますも、メンハンのある街を増やして行こうとしていますへ、変更している。同時期のメンハン CM からも J マートロゴは表示されなくなった。2020年1月8日より、メンハン J マートホームページは、メンハンホームページと投稿され、旧メンハン J マートホームページへは一部リンクのみの、 表示となった。また、メンハンホームエイド市川大門店が2月2日で閉店することが発表された。全店で、スマーキープラス、ビザタッチが利用可能である。また、ペイペイの利用も開始された。対応したレジでのみ会計が可能で、ブルーカードポイント付与の対象外である。ありがとうございます。